皆さんは大田クールアクションをご存知ですか？2020年地球温暖化の影響を最小限に抑えることを目的にスタートした区民運動です。区民の皆さん、事業者の皆さん、大田区が一緒になって解決のための行動を実践していきます。合言葉はイエス・オー・キャン。私たちは地球の未来を変える。あれ、ハネピョン、どうしたの？何か伝えたいことがあるの？2020年6月、大田区出身のお天気キャスター依田司さんに大田区地球温暖化防止アンバサダーにご就任いただきました。依田さんには大田クールアクションの応援団として地球温暖化の現状や未来への影響などをお伝えいただきます。そうです、2019年10月に日本列島を襲った台風19号を覚えていますか？各地で河川の氾濫や土砂崩れが起きるなど大きな災害となりました。ここ大田区でも浸水被害が発生しています。また気象庁によると21世紀末は20世紀末と比べて大雨の降る回数が全国平均で2倍以上になると予測しています。今後ますます大雨による被害が増えるかもしれません。こちらは何も対策をせずに地球温暖化が進んだ場合の2100年夏の天気予報図です。全国各地で40度以上の猛烈な暑さとなり、東京でも最高気温が 43.3 度の予報となっています。北海道が沖縄より気温が高いなんて考えられませんよね。今のような暮らしができるのか大変心配になります。地球温暖化の影響を最小限に食い止めるためには、原因となる二酸化炭素を削減することが必要です。そのためには皆さんお一人お一人が自分ごととして行動することが大切になります。まずはできることから一つずつ実践してみませんか？誰もいない部屋の照明を消す。使っていない電化製品のプラグを抜く。買い物に行くときはエコバッグを利用する。電化製品などを買い替えるときには省エネ性能の高いものを選ぶなど、日々の暮らしの中で環境に優しい行動をすることが重要です。一つ一つの行動の成果は小さなことかもしれませんが、みんなで取り組むことで大きな力になります。皆さん、依田さんと一緒に今の暮らしを守り、より良い未来を作るためのアクションを起こしましょう。まずはできることからスタートです。そして次回はついにあの方が来てくれます。次回も見てくださいね。またこの動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。